皆さんこんにちは、メイクアップアーティストの兵藤さゆりです。今回は春夏に向けて揃えたいコスメを5つ厳選して選んでみたので、皆さんにシェアしていきたいと思います。今年流行っている、色物のコスメはもちろんなんですけれども、日焼け止めだったりとか、春夏気になるような美白だったり、こういうニキビケアみたいなものも今回は合わせてご紹介していきますので、ぜひぜひ参考にしていってください。ということで早速いきましょう。まず一番初めにご紹介するのは、以前ゲットレディウィズミーでも少しだけちらっとご紹介したんですけれども、改めて大好きなので、こちら日焼け止めをご紹介させていただこうと思います。高原堂のウォータリー UV ジェル日焼け止め乳液で、こちら SPF50+ の PA4つがついています。でウォータープルーフ仕様になっておりまして、本当に日焼け止めの概念が変わったというような印象でした。やっぱり日焼け止め、もしくは日焼け止め下地っていうものって、お肌がこう塞がれてる感じだったり、あとは白浮きしてしまったり、どうしてもこのファンデーションの相性を考えて使わないと、なんだかこうカサッとしてしまったり、ちょっとね、扱いにくいなっていうところがありましたりね、香りがねちょっと苦手なんていう方もいらっしゃったと思うんですけれども、こうそういう方にねぜひ使っていただきたいのが、この高原堂のウォータリー UV ジェルです。すごくしっとりとしていて、なんだろうな、乳液とジェル美容液をこう混ぜたような、すごい最強な使い心地で、とにかくこうスーッとお肌に馴染んでいくんですね、柔らかく。でスキンケアした後のようにすごくしっとりもちもちの状態を作ってくれて、どのファンデーションとも相性がいい、どの下地と合わせても相性がいいっていうのがすっごくね嬉しいポイントです。なので私はこれはメイク前に最近使っているのももちろんなんですけれども、ちょっと外に出かける時とか、ノーメイクの日もこれだけ塗って外に出るようにしています。これはね逆に塗って出かけたいっていうぐらい塗ってる方が調子がいいっていうね、今年の日焼け止め何にしようかしらって思ってらっしゃる方はぜひ試してみる価値ありです。次はやっぱりさ、この紫外線対策したらスキンケアでもこうなるべくこう美白効果があって、お肌に透明感を出すものをね使っていきたいなって思われると思うんですよ。でやっぱり寒い時期から暖かい時期ってこう使い心地もあんまりこうもったりしているものよりもちょっとサラッとしているけどしっかり保湿力があるっていうものに皆さん切り替えたいんじゃないかなというふうに思うんですね。私今ライン使いしてるんですけれども、このクレンジングの方に関しては、私多分 YouTube 始めたばかり、まだ当初の時に、おすすめのクレンジングっていうので確かご紹介していたものだと思います。このスキンケアシリーズ全てにおいて、大人ニキビ対策と、美白のケアが一緒にできるよっていうようなスキンケアラインなんですね。まずクレンジングの方からご紹介していこうと思います。こちらはねオイルフリーのリキッドタイプなので、まずマツエクの方 OK です。しかも手が濡れた状態でも落とせます。美容成分が 70% 配合されているので、本当にねこれすごく落ちるの。ウォータープルーフのマスカラとかアイラインとかもすって綺麗に落ちるんですけど、この落とした後にねすごくもっちりしっとりした感じが残るんですよね。あとはその毛穴の小鼻の横の黒ずみだったり汚れっていうのもこう綺麗にさっぱりと洗い流してくれる印象だったので、こちらね特に春夏に向けてちょっとさっぱりした使用感だけどしっかり落ちるような、クレンジングを探されてる方にはとてもおすすめです。今回おすすめしていくのはクレンジングとねこのジェル美容液なんですけれども、補足でねせっかくなんで私今 LINE で使ってるのでご紹介すると、この化粧水に関しては使用感はさっぱりしてるんだけれども、こう手に取った時は結構とろみがあります。なのでしっかりとちょっとね手のひらで温めてあげてから広い範囲にこうプッシュしていくように浸透させていきます。そうすることでこうお肌の体温と馴染んで、よりねこう化粧水がぐんとお肌の中に入ってくれます。導入液機能がプラスされているので、すごくお肌がもっちりと柔らかくなって、その次に使う私が大好きなこのジェル美容液の浸透がねより良くなるんですね。こちらのジェル状美容液なんですけれども、本当にねこれ大好き。これのねものすごい特徴っていうのは、カプセル化したビタミンが入ってるんですね。こうちょっと見ていただくと分かると思うんですけれども、オレンジの粒々が入ってますよね。こちらが、カプセル化されたビタミンです。でこの中に入っているまずビタミン C、 コラーゲンの生成を高める効果がありますし、ビタミン E はターンオーバーを整える効果があります。艶肌とか透明感のあるお肌を作るには欠かせないような成分がこのお肌にしっかりと届くようにカプセル化されてます。使用感もすごくさっぱりとしていて、こうみずみずしいジェルなんですよね。
で私結構あのニキビね、皆さんご存知かと思うんですけれども、結構ちっちゃいニキビとかがあのできやすくって、大人ニキビの原因って本当生活リズムとかいろいろストレスとかあると思うんですけれども、やっぱり乾燥ってすごく大きな原因でもあるんですよね。でも あんまりこうねっとりしたものを春夏につけて、なんか毛穴が塞がれて逆にそれでニキビができてしまったら嫌だなっていうのがあって、結構このニキビ周りの保湿に関しては慎重に考えていて、でそういう方にすごくおすすめですね。大人ニキビに悩んでいらっしゃる方、あとはもう春夏に向けて保湿したいけどちょっと爽やかな使用感のものが欲しいっていう方だったりとか、あとはこの美白効果もね、やっぱりね女性は欲張りなので欲しいなっていう方にはね、ぜひすごくおすすめでございますよ。使い続けてみてニキビに関してはできてしまってもあんまり大きく膨れなくって、ちっちゃいうちにちょっと引っ込んでくれたりとか、みずみずしいジェルとかを使うことによって透明感が増して肌のトーンがちょっと明るくなるような印象を受けました。ちょっと体感していただきたいなというふうに思ってます。はい、ということで次です。キッカのイエローグロスです。今年結構イエロー来てますよね。リップもそうですし、あとアイもそうですし、じゃあどうやって使おうかなっていう話ですよね。例えば濃いめのオレンジのリップにこちらを重ねてあげると、まろやかさのあるオレンジのリップにこう変化してくれるんですね。で、あとは例えばちょっと青みが強いピンクで、昔は自分に似合ってたけど最近なんだかちょっと肌にあまり馴染まなくなってきたかもなっていうものにイエローをプラスしてあげると、コーラル系のピンクのカラーになるので、ちょっと使いにくいなって思ってたものが使えたりとか、いつも使ってるもののニュアンスを変えることができますし、やっぱりこういう、イエロー系のラメってヘルシーな感じとか春夏のこの風を感じさせるような印象になりますので、そういう部分も、すごくおすすめです。はい、一番最後になります。最後はですね、結構悩んだんですけれども、もう一個リップにしちゃいました。最近またねこちらも発売になったシャネルのルージュゴコフラッシュで、私ねこれを使ってシャネルのリップのイメージが本当変わりました。美容液たっぷりのリップクリームを塗っているかのような塗り心地で、すごくフレッシュな唇にしてくれます。で、私ね本当はあの春夏に向けてだから明るいカラーを買いたかったの。このねあのシアーで透明感のある質感なので、でもシャネルさんにしては珍しくねブラウン系がちょっと今回のシリーズで出てたので、ブラウンをね買っちゃったんです。すいません、あの本当はねもっと春夏らしい色をご紹介したかったんですけれども、ちょっとブラウンになってしまうので、色味的にはちょっと春夏感を感じていただけないかもしれないんですけれども、ちょっとつけてみますね。質感見てもらうとツヤっぽくってちょっとシアーな感じで、あのねブラウンだから分かりにくいんだけど、唇の色も若干透けるぐらいな軽さなんですよね。本当にリップクリームを塗ったかのような塗り心地です。なので、これ春夏感出したい方はやっぱりこの質感と発色とツヤっぽい印象なので、唇の色に自然に馴染むようなピンク系だったりベージュ系だったりっていうのもいいと思いますし、まあ、ちょっと夏寄りのこう明るいオレンジとか赤系のカラーっていうのもあのパキッと発色しすぎず、すごくね挑戦しやすい、いろんなカラーに挑戦しやすいシリーズだなということで今回おすすめさせていただきました。5月とかねゴールデンウィーク結構連休長いんで、海外旅行行かれる方とかは免税とかで買ってあげてもすごいいいと思います。はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。今回はね、5つ紹介するのになんかすごい喋っちゃった気がするんですけれども、春夏に向けて揃えたいコスメ5つを厳選してご紹介しました。よろしければ SNS のフォローもよろしくお願いいたします。それではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。Bye.